ありがとうございました。アンコールもらっちゃってどうもありがとう。どうもありがとう。嬉しいです ね、 ねえ、もう本当にここまで来ちゃいました。もうすぐ、そうですね。いや本当にありがとう。横浜は僕の実家があるとこです。だからなんだ。まあ楽しくやりましょうよ最後までね。ええ、そうですね。最後はすごいよね。いい曲をまたバーンとやって、そうですね、ガーンとやってとやって終わろうかなって思ってますからね。擬音ばっかりですよね。そうです、もう擬音ばっかりです。じゃあそのね、ガーンバーンドーンのね、ガバドン。ガバドン。こんなところに。懐かしの。もうよく思い出したね。いやそれにパン、あのバイスが終わってもまたパンチラベルもありますからね。やべ、わかんないからそれは。でもさ、あの よくよく考えたらね、もう4人で喋るのもこれが最後なんだよ。ひっくり返そうだよ。そうだよ、ともかず。じゃあちょっとよく考えて喋ろう。お前腰を落ち着けて喋りますか。じゃあね、後ろ見えないよ。まあ、こんな板前さんみたいな格好して。それじゃね、なんてこと言うんだよ。最後の最後の曲になると思いますけどね、はい、その最後の素敵な曲をね、演奏してくれるマインドタイムの皆さんをここで改めて、はい、そうですね、紹介したいと思います。はい、ご紹介しましょう。オッギター岡里ひろみ。なんで小安くんが V サインしてるの、そこで。オン・ドラムズ、ハリガイ・トマキロ。謙虚だ。そしてバイスのこの素晴らしい歌を全て作ってくれたバンドリーダー西岡和也。これがマインドだ。